お、はい、5セット585枚です。だいぶ頑張ってくれました。ダメでしたね。あ、復活した。頼む。あ、はい、設定5以上が確定しました。嫉妬してるんですけど俺。まあスペックにもよるだろうけど。おお、それ確定薬あるんじゃないですか、この出目的に。あー、キャ確定薬。確定薬、確定薬って名前分かんない。確定薬か多分名前が。おお、直撃なんだ。ガチで今回も負けるんですけど、2万円消えます。ほんと勝てない。どうして。それは GB で負けてるからだよいや GB が重い。まあでもさっきの4の話じゃないけど、はい、そのじゃあさてお前は4を打たないのかって、その 104% の4を打たないのかって言われると、うん、別になんかそんなことはなくって、例えば6を狙いに行った結果の4だったら6を否定できないわけじゃん、うん、っていう場合とかはなんか全然打ち切ったりすることとかもしょっちゅうありますし、あと花花とかだったら、はい、まあなんか花花のね設定を細かく判別できるっていうこと自体がほぼレアですけど、あらなんか 104% だけどもうね4以上っぽい挙動を示すのであれば喜んで続けますし、好みとかもあるよね。好きな台とか。え、好きな台。好きな台俺花花好きだからさ。そういうのはやってないですよ。そういうのやってないんだ、はい、そういうのやってない。すいません失礼しました。正式が好きだから正式に4を打つわけではないんで。え、違うの。リゼロの4でも喜んで打ちますよ。あ、何でもいいっす。1日打てる台があれば何でもいいっすあ、520超えた。当たるかも。期待させやがって。いや、これは当たるやつ。これは当たるやつ。何度も見てきた当たる前兆。確定と言っていい。当たります。もう100万ゲームぐらい打ってるよね。え、100万も打ってる。100万ゲームは行ってない。100万は超えましたけどね、収支は。セイヤ SP だけで。ああ、じゃあ60万70万ゲームぐらいか。そうですね、多分って言って外れたら受けるのこれいや、さすが当たるはず。怖さあるね。いやいや、ほらほらほら、はい、はいはい、535ゲーム総投資が23,000円。お、復活します。セーフ。あれ、ストック復活。いや、普通に継続しましたね。ああ、じゃあこのまま感想まで。あ、お、めっちゃうまくない？じゃあむしろ。あれですね。通常モードが選ばれてて536のところで当たって勝ったってので、7を揃えるところで揃わなかったですけど、これは一応上位なので。なんていうんですか、低設定でよく出てくる AT なので、ここで例えば強チェリーとかチャンス目とかを引けば普通にストックもするし、完走までいける可能性がある AT っていうのが
この背景が変わった時点で確定するので、逆言えば、設定推測のことで言えば536を抜けたのと同じことです。なのでほぼ設定6の可能性はなくなったと言っていいですね。つまり出玉的にはこれをちゃんと伸ばさないといけない。だけどペガサス覚醒がやらなかったということですね。そうです。あそこで7が揃うはずなんですけど、本来はもうすぐ終わりそう。きつい、これで終わるのは。頑張れ。無理じゃん。はい、4レーン442枚で終了です。ならペガサス覚醒の時に言ってほしかったね。間違いないです。ちょっと教えてくれるの遅いですよね。はい、和也さんが強い強いと言ってたサラバン2ですが、アキダイが 1,2,3 3台あって、おそらく確信して回してそうな人が 1,2,3,4,5,6 台ぐらいですかね。なのでまあやっぱいつも通り2分1サブ1ぐらいなのかなっていう雰囲気を感じます。お、六角しました。最悪なんですけど。ちょっと今六角出たんですけど、第三停止まで押したらこれが出ちゃったんで、消えちゃいました。失礼しました。ちょっと第二停止で止めればよかった。はい、ということで、今この裏には六角画面があります。はい、何なんすか、録画が出たんすか。録画出ました。はいはい。いやいや、なんで信じないの。え、なんで信じないの。出る瞬間ないっすもん。AT 確定してたのよ。で3戦目負けて確定画面出て、あ、録画出たって言って第3停止止めようとしたらひどけるの。ウィーンってなって、まさか取れたか。うーわ。すいません、ね、いや銀太郎、俺でもミスんないっすよ。そのミスは、いや絶対押すでしょ。うわ。いやちょっとね、僕の打ち込みが足りなかったっすね。普通だったら六角出る、俺知ってます、確定出たら毎回写メ撮ったの覚えてますか。ますレバー叩いてもう出た時点で写真撮らないと。だから第三停止まで押しちゃダメ。それ基本っすよ、マジで。基本がなってなかったみたいです。え、でもガチで出たんすか。出ました。うわ、出たんですね。でも良かったですね。なんで、はい、6はあります。神見せ、神見せ、聖エスピーに6はあります。神見せじゃないですか、もうそれだけで神見せじゃん。聖エスピーだけででかいね。あ、マジっすか、本当なんだ。銀太郎が右からカニ歩く予定だったわけだから、惜しかったな。危なかった。逆にでしたね。その台で止まってくれてよかった。危ねえわマジで。確かにそこは選べないんですよ、あの朝一のカニ歩きは。4頃以上は選べるんですけど、4頃から先は運ゲーですね。朝反応してくれないと。だから逆もありますよね、これが朝反応しなくて左の台が反応して朝打った台が6だって自分の2台目朝反応した台が4とか、うん、でもそこは仕方ないもんね。仕方ないですね、そこまでは。まあ、もちろん6の方が当然朝多少は反応しやすいのは間違いないんで。確かに、はあ、どっちを優先するかって言われたら当然朝を反応した方を優先した方がおのずと6にも座る可能性は上がるとは思ってるんですけど。はい、5セット585枚です。だいぶ頑張ってくれました。サメが出ました。一
応、まあ、4位以上確定してるんですけど、一応4位以上確定のサメです。はい、はい、実践終了しました。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。では早速結果の方からいきたいんですが、はい、一応自分も高設定を積もれました。第4回にして、はい、まあ、設定おそらく4なんで、はい、満足していいのか分かんないですけど、個人的には満足なんですが、はい、収支の方がマイナス600枚で、これで4連敗を記録しました。 ありがとうございます。それはもうちょっと笑顔になっちゃいますね、僕もね、はい、じゃあ加藤さんの方お願いします。はい、で私はですね、見事に設定6確定が出まして、今投資が4000円で、多分値玉が1000枚ないぐらいですかね。なんで、晴れてね、設定6も確定したん でちょっとここまで、トータルで負けてるんで、その分ちょっといくらか減らそうかなと思います。この後も打ち続けていきたいと思います。まあ、とりあえず、はい、第1回、2回、3回と、はい、積もれなかった2人とも積もれなかったのを、はい、一応今回はね、隣同士で試食できたので、はい、その分は良かったかなと、はい、思います。良かったです。まず、まあ、おなじみ大東騎手ですか。僕が入場した時点で、はい、番長3とリゼロの方は取れませんでした。で、相変わらず番長3もいい感じで出てましたし、絶頂を結構確認できたんで、配分の方は変わらずかなっていうふうに思います。で、リゼロの方もね、非常にいい動きをしてたんで、ちょっと気になったのが、はい、今日僕と今日銀太郎隣同士だったんですけど、はい、リゼロも2台並び2台並びみたいな感じで出てて、で今日は何かと並びで出てる部分が多かったなと思います、はい、でなんかね、はい、すごいね、まあ、ちょっと腑に落ちないじゃないですけど、はい、前回銀太郎がそうですね、並びは入りづらい説、この店並び入りづらい説提唱してましたね。そうです、だからちょうど鈍い寒いじゃないですか、はい、だからポツン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 みたいな綺麗な感じで入ってたんで、はい、それをまあ見たまんま話したら、はい、今回真逆みたいなことですね。そうですね、配分の方はなんか似たような感じなんですけど、はい、確実に今回は2台並びが多かったですよね。まあ当然鈍い地だから、鈍い寒い地だから、はい、そうなるってしまうの必然というか、はい、しょうがないかなと思うんですが、やっぱり1個引っかかるのが、自分たちが動画が上がった時に、はい、今自分たちも一応今週上がりましたって宣伝してるんですけど、はい、ホールさんの方のツイートでもしてくれてるんですよね、はい、でその時に一言で裏の方の副音声を入れてみたいですけどどうですかみたいなの書いてたじゃないですか、はいはい、つまり何かしら、まあ、うちらに対してもそうでしょうし、来てくれるお客さんに対してもなんか考えが多分あると思うんですよね、うん、そういうことですね。なので、まあ、自分たちがその並びがない説って言ってるから、じゃあ次は並び入れようとかいうわけではなく、うん、何かしらなんか意図を感じるので、そういうのをなんかまあ裏の裏じゃないですけど書いていかないと、後積もとかでも難しいのかなと。そうですね、思うんですが、初めてじゃないですからね、はい、僕らがプレミアム花々を打って、はい、もうプレミアム花々ないなと。そうですね、花々打てないな、はい、この店じゃと、この店で打てないなって言った次の回、はい、グレートキング花々めちゃくちゃ出てましたよ。プレミアム花々でした。めちゃくちゃ出てましたからね。だからちょっと、はいはい、そういうことを頭に入れといた方がいいよね。うん、そうですね、何やってくるか分かんないし、裏書いてくるぞと、はいはい、本来なんかこういう攻略系の企画って法則を見つける企画だけど、法則の裏を書いてくる、前回の法則の裏を書いてくるという法則が見つかりましたね。ちょっとまあ分かんないけどね。そうです、だから本来だから、例えばこういううちでまあみたいなライターさんとか演者さんを呼んだ人ところ、ホールさんってやっぱ末尾を浸透させたいとか仙台系を浸透させたいとは思うんですけど、それが未だにないと。なのでちょっと現状おちょくられてるかもありますね。感じですね。まあ、でも今回は、はい、個人的には寄せてくれてたんで、あ、そうですね、CSP がめちゃめちゃ好きでめちゃめちゃ打ってたんで、今回入ったことが正直嬉しかったですけど。よかったですね。はい、一応先週の水曜日導入かなの CSP と、あとマジハロ6の方も先週導入だったんですけど、まあ、そっちも構成ってあったんじゃないかなっていうふうに思います。あと今日気になったのはアクロスですかね。うん、最後バーサスが2台空きだようになってましたけど、花火も全体一応出玉があって、うん、ずっと打ってたので、まあ、もしかしたら
って感じかな。あの辺はちょっと強いかなって感じはしましたね、はい、あとその辺は閉店終わってからノーマルタイプの方は、はい、あとゴージャクタも強かったんですけど、この辺がどれくらい伸びてるか、あとはバジリスク絆も2台かな、あそこも2台並びだね、うん、で粘ってる打ち手の方がいたんで、まあ、そこら辺も複数台系もちゃんと入ってるかなっていうふうには思いました。じゃああとは閉店まで、そうですね、僕もこの後残るんで、まあ、ちょっとそれで状況を見て、であと最後終わった後のデータを見て、また次回にどんな裏書かれるか分かんないですけど、はい、ちょっとつなげていけたらなっていうふうに思います、はい、まあ、あと抽選人数もだいぶ増えたんで、次回、まあ、また何人来てくるか分かんないですが、抽選番号もよって、はい、狙い台とか狙い機種も変わってくると思うので、また次回それも含めて一から頑張っていこうと思います、はいはい、というわけで今回はこの辺でお疲れ様でした。お疲れ様でした。